寒い冬が過ぎて、春の気配が感じられるようになりました。山のあちこちでウグイスが鳴き始め、めったに人の踏み込まない山の奥の湧き水の音が聞こえてくると、それまで眠っていたような花が一斉に咲き出しました。お徳は山の道に分け入って、足元に咲く花を見つけると、心がウキウキしてくるのでした。山吹が咲き、十二人絵や一輪草、二輪草、可愛らしい蛍袋などの花を見ると、まるで花が喜んでいるようね。おっかさん、この黄色の花は何という花ですか？ああ、これは金蘭じゃ。ほら、こっちの白い方は銀蘭じゃ。色とりどりの花が咲いて、ここはまるで花の山ですね。貧しくて厳しい暮らしの中であっても、花に慰められるお徳でした。八戸山の田植えが済んだ田んぼでは、カエルがにぎやかに鳴き、ホタルが飛び交い、見飽きることがありません。初めてこの地に来てから14、15年過ぎていました。ようやく暮らしにもお徳の心にもゆとりが持てるようになっていました。お徳はこれまでの暮らしの中のことや感心したことをまるで湧き出るように俳句に詠んでいきました。灯明かりしてくれ遅し花の山、照り返す花や真紅の夕日影、咲き染めて風も回りぬ花の山。江戸の武家に育ったお徳の俳号は雪花女と言いました。お徳が波乱に満ちた一生を終えたのは65歳の時でした。八戸山が人々に知られるようになったのは1993年、県立八戸山公園として整備されてからのことです。頂上から眺めると目の前に大山を望むことができます。お徳さんを感動させた八戸山に、心温まる懐かしい風景との出会いを求めて、今は大勢の人々が訪れ楽しんでいます。